約束貫こう僕らの道かけがえのない仲間たち信じて進め自分が何者か誰も教えてくれない自らを導いて出すべき答えがある Ready to do that2022ニューイヤーフェスティバルへ遊びに来よう。ウルトラヒーローを応援しようぜ。ウルトラヒーローズエキスポで会いたい。スマイルスマイル。東京ドームシティ。ウル様のバトルステージがいよいよ DVD 化。数々の熱いバトルや僕たちの活躍をお家で何度でも見てほしいな。ステージ1とステージ2の2公演を収録。どっちも最高だったな。ウルトラヒーローズエキスポ2021サマーフェスティバル DVD 2月9日発売。イベント会場とつぶらやストアオンラインで先行販売。いち早くゲットしよう。そしてつぶらやイマジネーションでも配信決定。スマイルスマイル。伊賀を受け継ぐ新たな光、ガッツハイパー君を起動。12セット、ゼペリアスパークレンスモードで変身だ。デラックスガッツスパークレンス、グリッターブレード。ウルトラマン、トリガー。みんなを笑顔にしたい。ウルトラマントリガーニュージェネレーションティガ、毎週土曜朝9時。あいつは最初から俺たちを騙してたんだ。決めつけるのは良くないよ。何か事情があるのかもしれない。事情ってなんだ。落ち着け二人とも。イグニスが使っていた部屋に残されていたものだ。この中にその事情が残されているかもしれない。一種の記録媒体みたいだな。黙っていくのも忍びないから、このメッセージを残す。俺のふるさと、リシリア星は闇の巨人ヒドラムに食い散らかされた。俺の仲間も幼い命も全部だ。俺は奴を許すことができない。そして同時に自分のふるさとの命を諦めることもできない。エタニティコアを使ってリシリアを復活させる。そのためのユナだ。だがお前たちには随分世話になった。だから俺は一つ賭けをすることにした。次の満月の夜までに俺を止められればお前たちの勝ち。できなければ俺の勝ちだ。コアにアクセスすれば地球はどうなるかわからない。何？俺を止めてみせろ、ガッツセレクト。遺跡で待つ。なんでそんなメッセージを残したの？楽に手に入れたんじゃ面白くない。それだけのことさ。さあ、ラストゲームの開始だ。うわ！
するのはダンサー。まさかこの装置から。どうすんだ、満月の夜って今夜だぜ。つうかまずどこの遺跡だよ。例の塔の遺跡付近に新たに石碑のような遺物が出土したらしいが。ケンゴ。おそらくそこで間違いないと思います。もしもの時はイグニスを撃つ許可を。待ってよアキタ、彼は仲間じゃないか。アキタ、あいつら行かせてやれ。我々はシステムの復旧を急ぐぞ。お前も呼び出されたのかい。ヒドラムの奴にな、何やら話があるとか。何を考えている。カルミラ、このままでは我々は。少しは警戒しないと。気づいていたのでしょう、私の裏切りに。お前ごときを。これにてお別れです。私が闇の王になった暁にはせいぜいこき使って差し上げますよ。おのれ。ねえアキト、故郷を失うってどんな気持ちなんだろう。え、自分に置き換えて考えてみたんだ。もし自分の大切なものが奪われて別の何かを犠牲にすれば元に戻せるって言われたらどうするだろうって。何かを犠牲に。お前ならどうするんだ。わかんない。お前な、わからないから迷う。きっとイグニスもそうなんじゃないかなって。僕はこれまでの日々が全部嘘だとは思いたくない。本当はアキトもそうなんじゃないの。うざい。にゃ、まったく聞いてられないぜ青春小僧どもめ。復旧作業が済み次第我々も遺跡に急ぐぞ。おじゃ、了解。せーの、ウルトラマントリガーニュージェネレーションティガブルーレイボックスが発売決定。スマイルスマイル、豪華な特典が盛りだくさん。アキトをもっと元気に。スマイルスマイル、ナイス。伊賀を受け継ぐ新たな光、ガッツハイパーキンを起動。12セット、ゼペリア、スパークレンスモードで変身だ。モルチタイム、デラックス、ガッツスパークレンス、グリッターに変身。かつてティガになった君たちへ光の力を継ぎ、今新たな物語が始まる。 SH フィギュアーツウルトラマントリガー。ウルトラマンフュージョンファイト、ビヨンドジェネレーションズ。カードをセレクト、君のガッツを見せてくれ。光を得たトリガーと闇のトリガーがついに覚醒する。そして戦いはさらなるステージへ。ウルトラマン55周年記念カードも登場。ウルトラマンフュージョンファイト、シークレットカードを手に入れろ。時間だ。ここにユザレの力を持つ者が立てば、エタニティコアへと通じるゲートが現れるんでしょう。怖くないのか。信じてるから、みんなも、あなたも。
のは祭壇にいる。間違いないんだな。ああ、絶対に押すな。心理的な揺さぶりだ。引っかかるなよ、ケンゴ。バカ、何やってんだ。あ、ごめん、なんか体が勝手に。やっぱりイグニスの罠じゃないか。ほんとごめん。オークラマン・トリガー・モーシー・タイム・ブーツ・アップ・ゼペリア・トリガー！オークラマン・トリガー・モーシー・タイム・ブーツ・アップ・ゼペリア！アキト行って、頼むぞケンゴ。これがエタニティコア。本当にいいの？本当は止めてほしいんじゃないの？だからメッセージを。最後のゲームを面白くしたかっただけだ。あなたはこれまでもいっぱい嘘をついてきたけど、こんなに悲しい嘘ってないよ。言ったはずだ。これは賭けだと。俺がコアを手にするか、あいつらがそれを止めるか、答えは二つに一つだ。いいえ。3つ目の答えをご用意してます。私がそっくりいただいちゃうという答えです。シュドラム、宇宙を照らす超広大の光、ウルトラマン、トリガー。お前も仲間を出し抜こうってわけか。そいつに人質の価値はないぜ。ん？コアにたどり着いた以上、その女にもう用はない。なるほど、そうきますか。じゃあかわいそうですが。付き合いというのも考えものですね。100年の執念すらも鈍らせてしまう。さて、こうなった以上、私にとってもあなたは用済みですね。アキト！バカ野郎、ユナをさらってたら最後まで責任持てよ。いいタイミングだったぜ。アキト、お前たちとの賭けは一旦保留だ。トリガー・ダーク・ブーツ・アップ・ダーク・ゼペリアン。トリガー・ダーク。
私マガンスキャノン、スタンバイ。ルース・デスティ。トリガー、歴代ウルトラヒーローたちのダイナミックな戦いを再び、新番組ウルトラマンクロニクル D、 1月29日土曜朝9時スタート。超巨大母艦ナースデス星号発進、ガッツファルコン出動、そして今こそ渦巻き変形、起動せよ超ド級バトルモードだ。さらにカメラヘッドとスマホを接続、ソフビとのバトルシーンを撮影しよう。デラックスナースデス星号スマホと連動。いつも応援ありがとう。楽しんでくれているかな。私の名はゾフィー。これから君につぶらやイマジネーションについて紹介しよう。君はこのヒーローを知ってるかい？そう、ウルトラマン。君と一緒でウルトラマンにも家族や仲間がたくさんいるんだ。大怪獣や宇宙人とのスーパーバトルや、ここでしか味わえないスペシャルな体験がいっぱい。さあみんなでワクワクドキドキしよう。つぶらやイマジネーション、ウルトラマントリガー。月額550円でウルトラマンが見放題。トリガーも毎週更新中。つぶれやイマジネーションで待っているぞ。大丈夫か？とことんまでやろうぜ、シュドラム。まったく、イラつかせてくれますね。そうだ、負けるな、勝てイグニス。
街の声援で強くなる？ざけんじゃねえよ！イグニス！見せつけてくれんじゃねえか、このマヌケが！カスを守って傷ついたんじゃ、割に合わねえな！リシュリアの時のような気持ちになるのはもうごめんだ。俺は二度と仲間を傷つけさせない。この光は。僕たちのイグニスへの思い。ユナ、やってみる。イグニス、その光を受け取って。まさかそのパワーは。今は二つに分かれてるけど、元を正せば同じトリガー。光と闇の力が合わせれば。お前を撃つ力となる。じゃあな、ヒュドラム。お前のおかげで俺はもう一つの極上に出会えた。大丈夫だ。俺はあいつの心を信じる。やっぱりやめた。賭けはお前たちの勝ちだ。悪かったな、ユナ。うん、私たちのこと考えてくれて嬉しいよ。じゃあこれからも一緒に。ありがとな。けどそう簡単に割り切れないんだ。じゃあな。イグニス、いつでも待ってるからな。絶対に許さねえぞ、ゴミカスだな。やってくれたね、ヒュードラム。カルミラ、抜け出るのに苦労したよ。苦しそうだね。今楽にしてあげるよ。こんなところだ。まずいね。けどあんたの
闇は私が使ってあげるよ。人の持つ強さの意味を知ったダーゴン。でもそのダーゴンをカルミラの闇が蝕んでいく。やめてくれダーゴン。君はその手でユナを傷つけるつもりなのか。次回ウルトラマントリガーマイフレンドスマイルスマイル。超古代文明を崇拝し、その力を利用して世界を自分たちの理想郷に作り変えようとしているようだ。時岡隊長！まだ代理だよ。未来を築く希望の光、ウルトラマントリガー！俺に任せときな。お久しぶりです。俺も手伝います。あなたは、あなたもこの星を平和に、みんなを笑顔にしたかったんじゃないですか。違う、光じゃない、トリガーとは何か違う。ウルトラマントリガーエピソード Z。 3月18日、つぶらやイマジネーションで独占配信、全国劇場にて同時公開。